度問題トップ4社会談で、札幌市長がイライラしてしまう。ハム、コンサ、サツド、札幌市それぞれトップの4社協議の様子。札幌市の秋元克弘市長、日本ハムの島田利正球団代表、コンサドーレの野々村義和社長、札幌ドームの長沼治社長が出席。午後3時から約1時間、ドームの設備や運営に関するそれぞれの考えを表明した上で、意見交換する見通しだ。球団は新球場と、周辺に商業施設やホテルを整備する、ボールパーク、構想を明らかにした。これに対し、秋元市長はドーム残留を望む考えを繰り返し強調し、コンサドーレの本拠地を新設し、野球専用とする可能性にも言及した。一方で、日本ハムと札幌市の交渉に巻き込まれる形となったコンサドーレには戸惑いが広がっており、日本ハムが本拠地を移転すれば経営面で大きな影響を受ける札幌ドームを含め、初回で一定の方向性を打ち出せるかは不透明。今後も4社で何らかの協議、調整が続く公算が大きい。芝が枯れる、と予想した皆さん、大当たりでしたね。予言者すげー。200万都市の市長より5万人の町の市長の方がはるかに有能っていう。この県や冬季五輪の県だけでありえない額の市税を吹っ飛ばしてるのに、次回もあっさり当選させちゃいそうなのが札幌市ってイメージ。この5万人都市の市長が200万人都市の市長になったらどうなるんだ？札幌市の考え方って本当に、田舎の殿様、って感じだよな。これが東京や大阪の自治体なら、うちから出ていけるわけない、なんて傲慢な考えは絶対にできない。だから東京ドームが成り立つのよね。まさに、胃の中の秋元夕張しか知らず、田舎の殿様はわかるが、東京や大阪の自治体がまともかと言われるとそうでもないしな。札幌市議、蜂の巣をつつく。市長も市議も、とっても賢く視力深いね。ほんまそれもうドーム側がクソなのはわかりきっとるんやから余計なこと言わなきゃいいのにね。札幌市のイメージめちゃくちゃ落としてること理解してたら、謝罪して辞職するべきだと思うんだよな。選挙結果の責任があるとはいえ札幌市民がかわいそうだわ。議員も市長一派が多いらしいね。札幌市民が選んだ市長と議員やから。札幌市民に殺度税を貸せば一瞬で解決するよ。無能な政治家って、検討、って言葉好きね。こんな会合にわざわざ出てやるなんて日ハムも人が良い。そりゃ上場企業だぞ意味がなくても出た方がいいってなれば出るさ札幌自体に喧嘩売りたいわけでもなし。役所と経営的に縁が切れれば集客に見込んでるお客さんだそう思えば笑顔も出る。顔を立ててあげただけでしょ？札幌ドームなんてどうなろうと知らんわと思ってるんじゃないかな？本当ならもう二度と関わりたくないでしょ？今北広島市での成功を見た後このコメント見てたら、札幌市民も、北広島市じゃダメ？とか結構上から目線なところちらほら見受けますね。もちろん全員じゃないでしょうけど、一般市民でも、札幌市からどうせ出られないだろう。って、意見出るくらいだから当然役所の人の意見はお察しだよね。コンサドーレは巻き込まれたのではなく騒動の当事者そのものですよ。日ハムが移転してから芝状態悪化してるのがその証拠。相当日ハムに依存してたのが丸わかり。どっちかといえばハムにたかってた側だからな。なのにハムに敵丸だし。あの市議さんもコンサポ。本音を引き出したい、市側のこのコメントが全てだな。札幌市はこの時点ですら、移転は条件闘争のためのブラフだと高をくくっていた。日ハムはこの時点ですでに腹を決めてたんだよ、殺動出るって。日ハム、何年も前から本音は言ってた。それを無視するどころか値上げしたのはお前らだ。札幌から、出る喜び最近の、某成田市議とか。関わっては、いけない地域だと、理解しました。日ハム社内会議では2015年に札幌出ると、建設予定地未定で、決めてたんだよ。社長はボールパークを見学し、新球場構想をしていた。2016年1月北広島よりナイター設備付き市営野球場を作りたいのだが、議会を説得するため協力をお願いしたいと申し入れがあり、話し合いで広さと場所を聞いた本部長は、敷地を日本ハム新球場用地に提供を願い出ている。2016年3月の契約更新では値上げ表明されたのでお返しに球場建設移転表明したんだよ。札幌市は残留を要請するため、賃貸料の値下げとか、値下げしないとか、今は議論しないと会見したんだよ。北広島3月議会で、市長は、札幌市の記者会見と予定地リーク報道を見て新球場敷地提供を提案しているんだよ。新しく燃料補給してくれるとか動画配信者にとって美味しい餌。いや素晴らしい議員様だわ。現代も歯ぎしりやろ、うちは売れないのに他人が大儲けかよ。って、あの議員のせいで余計に札度と J リーグの痛いところを突かれる動画がたくさん上がるようになったね。その後の野村は J リーグチェアマンになり J2 の分配金を削減した。来期 J2 落ちが現実味を帯びたコンサの札度脱出は確定。厚別が来年改装工事中だから使えない。なので現状、北海道でやるには札幌ドームしかない。J2 に落ちたら補助金増額でコンサが札幌ドームを使うか、北海道を出ていくかの二択かな。多分税金集中になる公算が高いかと思われます。実質、税金集中チーム VS 日ハムの会談でしかない。
札幌市の補助金ボンバー、税金運営コンサ、ドームで吸収、第三セクター。コンサに補助金という形にしとけば市民は文句言わないっていう。日ハムから見ればもともと関係ないし出ていくから好きにやればって話。そもそも自腹なんぞ切れませんよ。まともに正規のスタジアム使用料すら払えてないし、市からは補助金支給までされてますから。本当コンサドーレもハムにおんぶに抱っこだったんだな。浦和の選手だけでなく FC 東京の選手からも批判されてるから開幕だけの問題じゃない。サッカー用の芝が本当に枯れてて草。まさか本当にサッカー用の天然芝が日ハム出ていった途端にボロボロになるとは思わなかったな。開幕時は異常気象がって言い訳してたけど、その後の FC 東京の選手からも不満が出てるところ見ると本当にメンテナンス費用ケチってるんじゃないか。留保金があるのになぜか芝が枯れる芝より優先するものがあるんだろうな。内部留保が20億あるらしいから、解体費用に割り当てればいいんじゃないですかね。日ハムがさった今赤字経営になるのは誰の目にも見えてわかること。建設からもう20数年建物も設備も老朽化するだろうし修繕や莫大な維持費の問題もありますね。赤字の殺度に税金使うくらいなら今のうちに解体するのが一番良いのかもしれませんね。人件費に消えてるんだろうな。芝を枯らしてもお偉いさんたちの懐は現状維持のまま。本当に芝はあれアウェイチームからクレームの嵐になったのがお笑いなんだよな。ハムが撤退したら、お金なくなってサッカーの芝が枯れてしまうな。それもあるし冗談も交えてたと思うんだけど、ガチになってしまったけん。日ハムを怒らせて芝枯れた、と。その頃、市長こんな考えでいたんじゃ無理だったな。完全に上から目線だから。それで現在の状況を見たら、悲惨ですな。広告なくなる。天候のせいにしているけれど天然芝枯れる。ホバー方式の移動費大丈夫。あれは春ぐらい暖かくなった後に急激に冷えて雪ががっつり積もるっていう天然芝には最悪レベルの天候だったからな。サツドにエスコンレベルの施設も止めてるようなもんだから許してやれ。枯れてるのに草生える。現状コンサの芝はとんでもないことになっとる。コンサドーレが関係終わりですよね。今までハムからたかっていたものが取れなくなり芝や移動などいろいろと自腹を切らなくてはならなくなりますからね。コンサの芝の管理費まで日ハム持ちとかふざけてたんだな。日ハムの本音すでに出てるだろう。札幌市側が求めている日ハムの本音だよ。要するに多少は譲歩するけど奴隷契約続行してねってこと。秋元とドーム側は最後の最後まで日ハムは本当は札幌から出て行きたくなくてごね得を狙ってるだけだと思ってたんだろうな。だから本音を引き出したいとかトンチンカンなことを言ってしまった。札幌に残るか北海道から出て行くかの二択しか頭になかったんでしょ。北広島にガチパーク作ってペイするなんて発想がないから当て馬だと思ってた。秋元札幌市長、大変ありがとうございます。市長のおかげで日ハムはエスコンフィールドという素晴らしいボールパークを手に入れました。また、札幌五輪も開催地立候補を断念された判断もお見事です。感服いたしました。秋元市長様アホみたいな提案で我がファイターズを札幌から脱出できるようにしてくださってありがとうございました。本当に素晴らしいボールパークが出来上がりました。この当時って札幌市は、ハムは出ていくと脅して要求を引き出そうとしてる、と勘違いしてたんやろな。お花畑すぎるが市長以下その程度の頭なんやろな。当時は、市や札道はコンサの目の前でよく野球専用かとか言えるな、と思ったけど。ボロボロの札道を日ハムに使わせて、コンサは新スタジアム、というのを見て吹いた。どこまで日ハムをバカにすれば気が済むんだ。試合数少ないサッカーのスタジアムの方がよほどボールパーク化が必要だと思うんですけどね。試合ない日にも客呼ばないと。うちでの小槌を自ら手放した無能として後世まで語り継がれるだろう。そやちゃんとテーブルについて条件交渉をしたんだけど、日ハムが強硬な姿勢を崩さず残念ながら惜しくも折り合わずに出ていかれた。ごめんね市民っていう言い訳するための対談よ。殺度関係者一同、たかが肉屋風情に新球場なんて無理やろ。なお、日本食品業界の筆頭な模様。札幌ドーム側は、札幌市、札幌ドーム、傀儡のコンサと日ハムの3対1でプレッシャーかけたつもりだったんやろな。横浜市や千葉市が、指定管理者制度使って地元密着打ち出して、っていう、球団と良い関係構築したわかりやすい前例作ったのにな。X で検索すると札幌ドーム用語日ハムディスしてる人は高確率でコンサドーレサポなんか変だな。見通し、甘めのボール投げ続けたら、日ハム&北広島にガンガン打ち込まれコールド負け。そして今、市議を通じて、審判が悪い。負けても痛くないもんねー。と謎の逆切れかましている模様。こんな現状なのにコンサファンは日ハム批判を平然とやってのける。さあ、札幌市側はまさか出ていかれるはずはないと強気な態度でしたが、4者協議が開催され全く相手にされない状況をどう感じたのでしょうか？ぜひぜひ、皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。